こんにちは。和製ワンポイントレッスンのお時間です。今回はとても重要な転調の技法である三度転調を紹介したいと思います。この三度転調っていう言葉とその意味を絶対覚えておいてほしくて、三度転調は長三和音からその長三度下の長三和音に直接連結できるっていう転調の技法のことなんです。まずは譜例で確認してみましょう。セードアの1からアスドアの1。この連結ができちゃうっていうことですね。これが三度転調です。今、セードアの1とアスドアの1を連結してますけども、長三和音からその長三度下の長三和音。高音同士が長三度の関係ですよね。セとアス。この連結ができるっていうのが三度転調っていう技法です。これはベートーベンが確立した手法なんです。この三度転調は後半の1を1の1点にする場合もあって、そうするとツェードアの1からアスドアの1の1点となると。こうしますとバスのセーブが保留できるんで、より滑らかな進行になりますよね。ということでこっちのやり方もよく使われます。基本形同士だと、ややごつい感じというか、びっくり感が強くなると。ですね。一点にすると、やや滑らか。ということになります。どちらもよく使われます。ということで、この三度転調を駆使して、バス課題を一問考えてみましょうか。そしたら最初の問題はこれです。最初の4小節間は簡単そうですけども、後半、何らかの遠隔調に転調していることがわかると思います。ということで、まずは前半埋めてしまいましょうか。セードアの部分はこのようになります。まあ、ここは簡単ですよね。それで、この後がポイントで、次のバス注目しましょう。はい、今終止は何でしょうか。これは明らかにアスドアの前終止ですよね。この終わり方ということで、アスドアに転調しているということが分かりました。でもここがポイントで、セードアとアスドアって遠隔調の関係ですから、直接行こうとするのは難しいんですね。さあ、そこで出てくるのが今日勉強した三度転調です。今書き終わったセードアの前終止の部分。ここからアスドアの位置にいきなり転調できます。そうするとこのようになって、この転調ができるってことなんですよ。セードアの位置からアスドアの位置に直接転調してます。これがなぜできるかっていうと、長三和音からその長三度下の長三和音に直接行けると。そしてこの転調を三度転調と言いますということで、ここは三度転調を使ってスムーズに遠隔調に転調したっていうことなんです。それで残りの部分、アスドアのところを普通に解いていきますと、このようになってと。そしたら全体を弾いてみましょうか。実施になりました。それではもう一問バス課題を解いてみましょうか。今度は別の三度転調のやり方が必要となります。また同じようにですね、前半はツェードアで解けるんで、ここはもう書いてしまいます。はい、ここまではいいんですけども、ここからが大変ですよね。まず後半のバスの形を見ていただいて、何調かわかりますかね。今何調で何終止をしたでしょうか。これはですね、しっかりバスの終止定型を学んでないとわからないですけども、この終わり方っていうのは半終止しかないわけです。
ということは、これ S ドアに転調しているということがわかります。そうすると、正ドアからどこかで S ドアに行かないといけないということがわかります。正ドアと S ドアもやや離れている調なんで、直接行くのは普通は難しい。だけども、ここで出てくるのが3度転調ですね。ここで注目してほしいのは、今書き終わった正ドアの5のところです。この和音から、実はこの和音に行くことができます。S ドアの1の1点ですね。これに行くことができるということです。つまり、正ドアの5って、ゲードアの3和音ですね。このゲードアの3和音から、超3度下の3和音っていうのは、S ドアの3和音です。これが直接つなげるっていうのが3度転調の仕組みでした。そして今 S ドアの和音に行く際に基本形ではなくて一点の和音に行ってます。この響きですね。という3度転調のパターンもあるので押さえておきましょう。それであとは普通に S ドアで解いていけばいいだけです。このようになります。それでは全体をですね、弾いてみましょう。このように S ドアの半周詞で終わるということですね。というわけで今回は3度転調を紹介させていただきました。3度転調は一見するとクロート向けの転調なのかなっていう感じもしますけども、実はですね、実際の曲でよく使われてます。ベートーベンが使い出して、それをロマン派の人たちがたくさん使うようになったんですね。なので3度転調をぜひ和声で実践できるようにしておいて、あと実際の曲でどういう風に使われてるかなっていうのをチェックしてみてください。それでは今回はこれで終了です。どうもありがとうございました。